こんにちはアマゾンサポータータ堀秀夫です今日はカタログ作成についてまずゼロから作るんじゃなくてね、えー、売れてはいるんだけどカタログの写真がまずいあるいはねこれ売れないのカタログの写真が悪いせいじゃないかという場合、えー、画像を変更あるいは追加するということができますでこれね、まあ、あの売れた商品でもやっぱりね わかりやすい綺麗な画像の方が、まあ、当然売れ行きは良くなるんで、えー、いい写真手に入れたらあるいはね買えば買えばじゃなくて、えー、仕入れてね、えー、納品する前に商品手元にあるわけですからその写真を撮ってね、えー、きちんとアップした方がより売れるという可能性が高いですですので、ね、まずカタログ画像の追加あるいは変更の方法をお教えします まず出品されている商品であればね、そのままマネージ・インベントリをクリックしますで。まだ出品してなくてね、これカタログ、ね、ちゃんとした画像に直ったらここに出品しようという場合はね、まず出品して FBA 発送に切り替えると。そして、エディット、変更したい商品のエディットをクリックします。そうするとね、この、 みんなでカタログ編集してるんで、誰の編集を通すかは、わ、えー、かりませんと、ね。たくさん売ってる人が優先ですみたいな文章があるんで、合意とクリックする。そして、この、えー、編集画面のイメージをクリックして、でメイン画像だったらここ、ね、追加の画像だったらここ、えー、こちらを、えー、アップロードすると。でこれね、えー、すぐには反映されないです。大、え、体、ー、いい2時間から。 72時間、ねえー。待ってください。で、反映されないこともあります。却下という感じでね。これね、システムでそのリクエストをチェックして、でメイン画像だったら、えー、人間も見るみたいな感じでやってるんでしょうね。妙に遅かったり、えー、忘れた頃に、ね、反映されたり、ずっと反映されなかったり、いろいろあります。まあ、この写真をこう変えたいというのがあったらね、またご相談ください。 でさっきのね、えー、小さい画面なんで分かりにくいんで、もう一度大きな画面で言うと、インベントリー画面でマネージインベントリー、えー、変更したい、えー、商品のエディットをクリックする。そうすると、この画面が出てくるんでね、Go i とをクリックする。で、えー、まあ、たいオファーにタグついてますんで、イメージスに変更して、メイン画像を変えたい場合は、ここ。で、えー、画像を追加した場合は、ここに。 画画像像ををアップすするというのでで、ね、変更できます最後にこれ下の方にスクロールして黄色いボタンが出てくると思うのでそれでね、えー、クリックすると画像変更の申請という形になります、まあ、この画面は、ね、ずっと変わってないので変更ないと思いますけど、まあ、もしなんか画面違うとか、ね、これを押していいのかなとかアップロードする写真これでいいでしょうかと そういうのがありましたら、またお気軽にご質問ください。以上、AmazonS サポーター、堀秀夫でした。